ドラキュラ、串刺し公、ブラド・ツェペシュ。もう一人のワラキア公、何の話だ。ワラキア南部に駐留しているトルコ軍を率いている者が、我こそワラキア公と名乗り勢力を拡大しているようです。ふざけた真似を。誰だそいつは。それが。ふん、どうせ名を聞いてもわからんやつだろう。ドラキュラ公の弟君、ラドー三世でございます。ラドー、生きていたのか、あの恥知らずが。兵を集めろ。ワラキア軍の中で精鋭の一団を連れて私が乗り込む。ドラキュラ公自らでございますか。すべこべ言わずに動かぬと、お前を串刺しにするぞ。ワラキア南部のブクレシティに駐留していたラドーとトルコ軍は、ドラキュラ率いる精鋭の騎馬軍団による奇襲攻撃の前にあっさりと陥落した。トルコ軍は全員連れて帰り串刺しにしろ。一人残らずだ。わかったな。ドラキュラ公、ラドー三世を見つけました。宿屋の地下に隠れておりました。久しぶりだな、ラド。こんな形でお前に会うとは思わなかった。あんたの噂は聞いているよ、ツェペシュ公。それは光栄だ。この軟弱な顔でどうやって軍を率いてきた。兵士全員と寝たのか。お前にふさわしい刑罰を与えてやろう。みんなでこいつを殺せ。気にすることはない。こいつはトルコで故障をしていた。そこらの女より男を喜ばせる体なんだよ。そうだろう、ラド。やめろ。いつも体中に殴られたあざがついていた。あ、お前はその声で男を誘い喜んでいたんだ。お前を抱いた男がいつも私に話していた。淫乱なお前を満足させるのは大変だと。白い肌に潤んだ瞳で毎晩男を受け入れていた。幼い頃からお前はそういう子供だった。生まれながらの故障なんだよ。お前が男に抱かれて喜んでいる間に、私は学問と実践で力を身につけた。ワラキアの主権者になるためだけにやってきたことだ。ラド、お前にはワラキア公になる資格などない。そうさ、俺は男に抱かれて生き抜いてきた。何が悪い。あんたは慰み者にされている俺を見ても助けようとはしなかった。昔から嫌われていたのは知ってたけどね。あの時は結構寂しかったよ。けど結局あんたも俺と変わらない。俺は体を、あんたは心を売ってこの動乱の時代を生き抜いてきたんだ。あう。もういい。やめろと言っているんだ。こいつは私の敵となるほどの男ではない。このまま放置していく。え？ただし覚えておけ、ラド。今度私の前に姿を現したら、生きながら串刺しにしてやる。それでも、会いたい。また会いたいよ、兄上。ドラキュラとラドは二度と会うことはなかった。ドラキュラ公、ブラド・ツェペシュの話はここまでだ。その後、ドラキュラの醜聞はパッタリと私の耳に届かなくなった。ハンガリー王国の陰謀で謀反の汚名を着せられ、13年間の幽閉生活の間にカトリックに改宗、結婚をして三児を設けたらしい。その間12年にわたり、ワラキア公にはラドーが君臨した。そして13年後、幽閉を解かれたドラキュラが
ワラキア港に復帰後、たった1ヶ月であっけなく殺害されたと知ったのは1476年の12月。ドラキュラは45歳だった。動乱の時代を生き抜いた友よ、君が行ってから随分と月日が流れた。今になってわかるのは、君の背中に見えたのが悪魔の翼などではなく、底知れぬ孤独の翼であったこと。天国で再会した時、君は私を許してくれるだろうか。私はたとえ串刺しにされても構わない。ああ、ドラキュラ、随分と君を待たせてしまったね。やっと、君に会える。1504年、モルドバ公、ステファン三世死去。享年73歳。彼の願いも虚しく、1897年、ブラム・ストーカーの手により、ドラキュラをモデルにした小説、吸血鬼ドラキュラが発刊され、ドラキュラは悪魔の化身として現代に語り継がれている。